父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日のミサの一個は、3年前亡くなられた熊本で、故ユセフ・アベ・ユージ様のために、またインドネシアからの頼まれた100日前亡くなられた故リアオ・スクジン様のために、このミサを捧げます。Untuk intensi misa hari ini, 100 hari meninggalnya Ibu Liao Suqing bersama keluarganya kita doakan dalam misa ini. Minasan sinsin amat suryo iwau maini batastatsin okastatsumiyo mitominasyo.うちくだかれた心癒すために使わされた主よ憐れみたまえ罪人を招くために来られたキリストを憐れみたまえ父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ憐れみたまえ全能の神が私たちを憐れみ罪を許し永遠の命に導いてくださいますようにアーメン祈りますように全の永遠の神である父よ、私たちの行いがいつも御旨にかなうよう導いてください。御子キリストのうちにあって、豊かな実りを結ぶことができますように、聖霊の交わりの中に、あなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。使徒パウロのフィリピンの教会への手紙。皆さん、口実であれ、真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。というのは、あなた方の祈りと、イエス・キリストの霊の助けとによって、このことが私の救いになるとしているからです。そして、どんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によって、キリストが公然と崇められるようにと切に願い、希望しています。私にとって、生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども、肉において生き続ければ、実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私にはわかりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが、他方では、肉にとどまる方が、あなた方のためにもっと必要です。こう、確信していますから、あなた方の信仰を深めて、喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうすれば私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは私ゆえにまし加わることになります。神の言葉。
足が行って御前に行ったり御顔を仰げる日はいつか私は日や神を問われて明け暮れ涙を食物とする谷川の水を求めて蝿にさまよう鹿のように神よ私はあなたを慕う思い起こせば心は高鳴る喜びは人々の群れ感謝と賛美の歌声の中を私は御前に進み出た谷川の水を求めて蝿にさまよう鹿のように神よ私はあなたを慕う優しくへりくだるもの私のくびきを受けて私に習いなさいハレルヤハレルヤ主は皆さんと共にルカによる福音安息日のことであった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。イエスは招待を受けた客が住席を選ぶ様子に気づいて彼らに例えを話された。公園に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいというかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたらむしろ末席にいて座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。クリストに賛美。今日は10月最後の日です。31日に私たちのミサもこの土曜日捧げます。感謝しながら今日のミサの一行も二人とも100日前亡くなったリオ・スッジン100 hari yang lalu meninggal リオ・スッジン dan juga 3 tahun yang lalu meninggal アベ・ユージサネ前亡くなれたのコ・ユセフ・アベ・ユージ様また家族のためにこのミサを捧げます
今日のイエス様の言葉も、へりくだることは、イエス様のメッセージだけけれども、だけではなくて、イエス様も実際にやっていました。私の、その私は心優しくへりくだるもの、私のくびきを受けて私に習いなさいというイエス様の言葉です。そういうイエス様の言葉もパウロによってこの命、またその命はイエス様によってパウロはよく頑張っていました。特に福音宣教のためにいろんなところでギリシアやローマやあちこち回ってイエス様の教えをいろんなところ、いろんなコミュニティを建てて、そして維持することはこのパウロのことです。今日もその死んでとしても生きてとしても迷っていても生きているうちにこのパウロは特にこの第一朗読でフィリピの人々に対してこう書いてあります。肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。だからこのパウロの命はもっと生きるうちにこのフィリピンの人々のためにとても必要。なぜかというとこの信仰を深めて喜びをもたらすようにいつもあなた方と一同と共にいることになるでしょう。この信仰を深めることはまさにパウロの役割もあって、今の時代だったら信者さんの仲間で苦しい悲しいことがあれば、その信者さん同士に励ましすることができます。また司祭の立場からもその祈り、またミサ、セスキする時もいろんな方のために捧げます。今日一日私たちのこの命を感謝しながらイエス様と共に歩むことができ、そしてこの10月終わる日、最後の日もこの1ヶ月間私たちいろいろ神様からいただいた恵みを思い出して、そして感謝しながら11月に向けてその希望を持ちますように、このミサを一緒に捧げたいと思います。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。命の源である父よ、御子の奉献を記念する供え物を受け入れてください。感謝を込めて行うこの秘策によって、私たちのうちに救いの噂が全うされますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に。心込めて神を仰ぎ。聖なる父よ、最愛の子イエス・キリストを通していつどこでもあなたに感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは御言葉によってすべてをお作りになりました。御言葉である御子は救い主、贖い主として
私たちに使わされ、聖霊によって人となり、乙女マリアから生まれ、身胸を果たして人々をあなたの民とするために、手を広げて苦難に身を委ね、死を滅ぼして復活を知らせになりました。私たちは声を合わせて歌います。天使とすべての聖人と共にあなたの栄光をたたえて。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満つ。天の糸高きところにふさんな、褒むべきかな、主の名によりてきたるもの、天の糸高きところにふさんな。誠に尊く、すべての聖世の源にある父よ。今、聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘。主の死を思い、復活をたたえよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と、復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイナマンユとパロサカエトシヒロ、すべての清い使者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。この世からあなたのもとにお召しになった、ユセフ・アベ・ユージとリオ・スジンを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟とすべての獅子屋を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、聖ヨセフと使徒、すべての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共にキリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、悠々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。
主イエスクリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪、世の咲きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪、世の咲きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪、世の咲きたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子、キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きましょう。信じる者の力である神よ、天の糧に養われて祈ります。あなたを愛し、人々に仕える熱意を、私たちの中に燃え立たせてください。私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。マリア様、プリンス付きによって、子、リオス・ジン様、子、ユセフ・アベユジ様のために祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。Dengan perantaraan Bunda Maria, kita berdoa untuk Ibu Liao Su Jing dan Yosef Abe Yuji.Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Minasangi tori-tori, kono isani, tomoni inote kudasate, arigato saimasu. Shiwa minasang totomoni.
全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭儀を終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。